こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、今日は韓国人の方がよくやってる、韓国風、お団子アレンジやっていきたいと思います。はい、また最近すごい韓国ドラマとかかなりブームだと思うんですけど、その中でも結構韓国人の方たちがしてるこうお団子アレンジって結構シンプルで、こうなんかお上品な感じが多いですよね。はい、なので今日はそれを、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませていきます。ブラシで全体をなじませます。まず後頭部の位置で一つにまとめます。ゴムでお団子にして結びます。その時に毛先は最後下に来るようにお団子します。このような感じになっていれば OK です。トップの部分とその少し下の部分を軽くボリュームを出します。下の髪の毛を半分に割ってお団子の上でクロスさせます。クロスさせたら毛先を下に持ってきます。毛先を内側でまとめて上からゴムで挟んでいきます。頭を振って崩れなければ完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、結構韓国人風のこのお団子アレンジってあんまりこうほぐしたりとかせずに結構つるっていう感じの仕上がりがすごく可愛いと思うので、しっかりオイルをつけたりとか、まあ、スプレーをつけてちょっとツヤを出してあげるとよりぽくなるんじゃないかなと思うので、よかったら皆さん試してみてください。はい、はい、ではまた次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。